ニーウレッケルラントは、オランダ南ホラント州の基礎自治体。ライン川支流のレク川佐賀に位置し、基礎自治体の生誕は、世界遺産、キンデルダイクエルスハートの風車群で有名。自治体は、中世より築造された、アルブラセルアールとカンタク地の北西端に位置している。地名は、過去から、若干の変遷があり、1280年には、レッケルラントという地名であったが、 1331年には、ニューエレッケルラントとなり、1930年に、現在のニーウレッケルラントとなった。レク川沿いの土地という、レカーランドという名称に、ニーブという窃盗語をつけた地名であるが、川の対岸には、アウトレカーランドという名前の地域がかつては、存在した。ローマ帝国の時代、この地は低湿地であった。10世紀頃より、 農地の開発が始まった。この地域が歴史に初めて登場するのは1325年のことでアウデレッケルラントと初めて区別されて記された。最も古い建築物はスホーネンブルフ城で周囲は少し高台になっておりアルブラセルアールと干拓地が観光するまでは洪水時の避難場所となっていた。1456年以降 スホーネンブルフ城は放棄され、廃墟となった。現在、城のあった場所には、教会が建っている。産業は、農業、落農と漁業である。19世紀には、造船工場も作られた。1845年には、堤防上に教会が建てられ、1915年には、給水塔が建造された。ニーユレッケルラントには次の二つの地区がある。 高速道路 A15 アルブラサーデムインターチェンジが、至近。自治体内に、鉄道路線、駅は存在しない。基礎自治体役所前バス停、ロッテルダムメトロズードプライン駅から90、系統バスで、約50分。ユトレヒト中央駅から90系統バスで、約1時間10分。ありがとうございます。